新しい私いろいろ始める、仙台いろは。テレワークなどが増えてパソコンのセキュリティが心配という方も多いのではないでしょうか。そこで今回は日々のビジネスをしっかり守ってくれる強い味方を調査してきます。いいね。やってきたのは Windows や Office、 さまざまなクラウドサービスを提供する日本マイクロソフト。藤野さん、こちらではどんなサービスを行っているんですか？はい、こちらマイクロソフトベース仙台では、お客様のデジタルトランスフォーメーションをご支援する東北地方初の情報発信拠点になります。業務プロセスをロボットで自動化することを推進する朝日アカウンティングロボット研究所と一緒に運営しています。最先端なことをしているんですね。はい、身近なところで言いますと、中小企業向けのセキュリティツールのご提供も開始しました。実は今ですね、中小企業を狙ったサイバー攻撃っていうのが非常に増えてるんですよ。例えば個人情報を人質に取った身代金要求するというですね、ランサムウェアという手口が頻発しています。警察庁に寄せられた報告によりますと、そのランサムウェアの被害に遭った企業の 54% が実に中小企業だったということだったんですね。でそこを受けまして、新しくセキュリティツールをご提供開始させていただいた、それがマイクロソフトディフェンダーフォービジネスです。大企業向けのセキュリティ機能を備え、複雑な設定がなく簡単に導入できるクラウド型のセキュリティツール、マイクロソフトディフェンダーフォービジネス。日々進化している多様なウイルスに対応する自動修復機能を備えているんだそう。いいね。マイクロソフトディフェンダーフォービジネスはマイクロソフトのウェブサイトからダウンロードが可能。30日間無料で試すこともできます。セキュリティ対策で日々のビジネスをしっかりサポート。いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。